はい、さあ先行品会とてもね大盛況で盛り上がっております。さあ、今日のねファンイベント、この後いよいよでございます。いよいよですね。そうです、スーパーストリートファイター4アーケードエディション最強頂上決戦の決勝戦、大注目の決勝戦がこの後行われます。はい、はい、さあ、綾野さん、ついにカプコン、そうですね、カプコン公認の大会最後のチャンピオンが決まりますね。そうですね、これも確実に歴史に名を刻みますから。そうですね、うん、非常に楽しみ、非常に楽しみですよね。勝ち残ってるのは梅原さんと時戸さんということで、はい、そうですね、僕さっき控室行ってたりしたんですけど、はい、いかがでした。時戸さんがね、はい、タブレット PC ガン見しててですね楽しい試合会やってるのにガン見しててですね、はい、何見てんのかなと思ったらウルフォーの動画めっちゃ見てた、めっちゃ研究してました。ここでも研究するかと思って。素晴らしいですね。さすがです。さすがですね。こっちに貪欲だなと思いました、うん、そうですよね。さあそして、この後はいよいよねウルトラストリートファイター4もアーケードに登場しますけれども、ね、杉山さん、はい、いかがでしょうか。でここでですね、はい、重大発表。重大発表、発表ここか、重要なゲストをちょっと呼んではありますので。あ、本当ですか。はい、じゃあお越しいただければと。はい、はい、ご登場いただきましょうか。ご登場いただきましょう。はい、ではストリートファイターシリーズのエグゼクティブプロデューサーの小野さんです。どうぞ。お願いします。お願いします。いや、重大発表っていうことですから楽しみです。こんにちは。マイクないですね。マイクない、マイクない。すいません、はい、皆さんこんにちは。こんにちは、カプコンの小野です。加藤夏樹さんじゃなくてすいませんこの後ね登場していただくんですけど、僕もどこにいるのかなって言って見ながら言って僕の名前呼ばれたんでちょっと今ドキッとしたんです、はい、そう、すいません、はい、はい、この後ね登場なのでまだまだ待っててください、はい、僕は呼ばれたんで、何かを言えばいいんですか。そうそう、重大発表。重大発表がなんかあると、はい、そうなんですよ。耳寄り情報を聞いたんで。何ですか。カップ S3 の話ですか。いやいや、ちょっと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 、それはダメだ。ダメダメ。何ですか、それは。言わないんですね、そこはね。マブカップ4。あ、ちょっと、それも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 、フォースでもないです、違う。だんだんなんかトリオに見えてきたんですけど。あんまりやってると思うんですよね。先ほどからニコ動のあのね、コメント見てると結構寒いぞっていう。はい。じゃあちょっと皆さんにですね、こう2007年からずっとストリートファイター4を稼働してきてですね、非常にこのまでもう7年目をもうそろそろ迎えるっていうところになってきたんですけども、ついにウルトラストリートファイター4が4月の17日に全国のアミューズメントセンターでですね、稼働することが決定しましたので、先日も台東の工場で量産されてるのを見てきましたので、はい、素晴らしい。あ、ちゃんとこれは出るなと。出るなと。はい、はい、分かりました。ぜひとも皆さん4月の17日から、はい、17ですね、はい、お近くの、はい、アミューズメントセンター寄っていただいて、はい、さらにまたウルトラの腕を磨いていただければなと。そうですね、はい、すごいコメントでもおーとかマジかとかいっぱいね来てますよ、はい、本当ですか。はい、そうだね。さっきね、言ってましたよ。その工場すぎた後違いますよ。今見たタイミングが悪かったんです。さっきちょっとズレがあります、タイムラグがね。はい、皆さんぜひね楽しみにしていただきたいなと思います。僕の楽しみは加藤夏樹さんに会うことなんですけど、このまま行くと僕会えなくってこのステージ降りるってパターン。これもあのさっさとお帰りしたい。下から覗くパターンですよ、これね。いやいや、もう角度によります。角度によります。今皆さんポカーンと多分してると思うんですけど、実はこの後ですね、加藤夏樹さん登場していただくということで、まだ言ってなかったんですよ。まだ言ってない。ホームページで見て、僕ホームページで見てアメリカから帰ってきたんですそうなんですね、はい、ありがとうございます。わざわざこれアメリカから帰ってきた理由はもうただ一つ、加藤夏樹さんに会いたいと思って帰ってきてありがとうございます。さあ皆さんぜひね4月17日楽しみにしていてください。はい、はいはい、ということで、ここでウルトラストリートファイター4のプロモーションビデオをご覧いただきましょう。まだそれを流すんですね、はい、まだあります。どうぞどうぞ。
熱き波動を起こせ、スーパーストリートファイター 4CR エディション発売記念イベント、カプコン公認スーパーストリートファイター 4アーケードエディション最強頂上決戦決勝戦の時が近づいてまいりました。はい、さあ最後の戦いに花を添えていただくために素敵なゲストにお越しいただきました。来ましたね。はい、スペシャルゲストです。お待たせしました。さっきですね、 PV 中にですね、はい、散々俺は執行役員だぞって加藤夏樹さんに合わせろこんなところで散々僕パワハラ受けました。そうなんですね。もういてもらうことにしました。よかったです。じゃあぜひね、あの会って行ってください。はい、ありがとうございます。お願いします。ではスペシャルゲストに登場していただきたいと思います。チュンリー姿のこの人にフルボッコにされてみたい、ゲーム大好き秋田美人加藤夏樹さんです。おっ、どうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。そういったことでしたら、よろしくお願いします。小野さんの隣に入っていただいて、すごい、皆さん俺のロボコンの時が好きでした。ありがとうございます。単純に大ファンです。ただのファン。もうすぐ飛んで帰りたいと思いましたね。素晴らしい。で、加藤さんに来ていただきましたが、はい、あの、はい、ストリートファイター4こちらはやったことありますか？やってましたよ。あ、すごい。はい、そうですね。もうそれこそ私兄がいるんですけど、はい、兄にフルボッコされてましたから、ね。もうすでにお兄さん、僕も兄になりたいって感じですね。ちょっと小野さん、先日あの別の番組で池袋サラさんにフルボッコされて、はい、いろんなところでやられてきてるサラで、だからそうなんです、ね。なんか悔しさは溜まってるんですけど。はい、さ、ちなみにキャラは何を使ってるんですか？私好きなのはザンギエフです。あ、ザンギエフ。そうなんですね。今日ちょうどいい板橋さんでね。今日板橋さんいらっしゃるから教えてもらった教えてもらったらどうですかねこれ。ねえ、せっかくですから。はい、意外とね、梅原さんもザンギエフね、うまかった。うまかったです。猫口番組でプレイしましたけどもね。あ、ザンギ本当に、はい、お上手でした。ザンギ来ますね、これウルトラ来ますね。ちょっとブーム来ちゃうかもしれない。ハカン、ザンギエフ、2つ、2大ブーム。何キャラが何キャラが、ね、これちょっとゲームが変わってきちゃいますよ、これ。いや、何言ってるんですか。ちょっとせっかくなんで、小野さんから何か質問あったら、ぜひこの機会に。いや、もうね、加藤夏樹さん隣に来たらね、匂いがすごく良くて、ね、今僕あのクラクラしちゃってて。本当です。ちょっとね、お伝えできないのが残念なんですけど、皆さんにちょっとお伝えしたいんですけど、あの画面こすると香るかもしれない。新しい衛星情報、新しい、新しい IT 機能で新しい。さあ、ということでこの後決勝戦見ていただきたいと思います。さあ、はい、この後は大注目の、スーパーストリートファイター4アーケードエディション最強頂上決戦決勝戦の始まりです。さあ、実況と解説は R さんとボンちゃんにお願いします。はい、はい、いよいよ決勝ということで、かなりね、はい、プレイヤーの方も気合い入っているようなんですが、楽しみですね、ボンさん。楽しみです。はい、さあ、お願いします。あ、そう、ちなみにルールなんですけど、はい、予選と違うんですよね。そうなんです、はい、そうなんですか。そうなんです、はい、5試合戦っていただきまして、はい、5試合というやつそう、はい、え、ですよね。はい、はい、5試合選手です。決勝は5試合選手ですよね。5回先に勝った方が勝利となるルール。これはだいぶ見応えありますよね。はい、皆さんもね、お待ちかねですからね、ぜひ楽しんでいただきましょう。はい、それでは早速参りましょうかね。はい、そうしましたら加藤さんと、プロデューサーのお二人はコミッショナールームでご観戦ください。はい、小野さんもぜひ、皆さん、あの加藤さんもいらっしゃるので、加藤さんの後ろで、ちょっとじゃあ、はい、ぜひすいません、ありがとうございます。ぜひ見ていってください。はい、さあ、それでは、私と南さんはステージ上で応援しましょうか。はい、はい、そうします。はい、さあ、ではどうぞ、はい、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。さあ、楽しみですね。楽しみですね。はい、じゃあもう早速、はい、よろしいですか。お願いします。お願いします。それでは選手の呼び込みをしていきたいと思います。決勝進出する二方お呼びしたいと思います。梅原大吾選手と時野選手です。マイクを持っていただきまして、試合前にぜひ意気込みの方をちょっと聞かせていただきたいと思います。梅原選手の方からお願いいたします。そうですね、まあ、一緒にずっと頑張ってきた、はい、あの仲間なんで、こういう、まあ、一つの区切りになる大会で、うん、あの決勝をやるっていうのはすごく嬉しいなと思います。いや、これ同門対決ですからね。そうですね、ぜひちょっと
この戦いも皆さん注目されてますんで、はい、素晴らしい戦いにしていただきたいですね、はい、これ予選から決勝までちょっと時間ありましたけど、その間対策みたいなのは、あ、一応過去に対戦した動画を見ながら、予習というかイメージトレーニングをしてきました。じゃあもうちょっと対策はバッチリ練れると。そうですね、素晴らしいですね、はい、じゃあ時野さんの方もお願いいたします。はい、竜対策すごいいつもバッチリに仕上げてきてるので、それを今回見せたいと思います。じゃあもうぜひもうこの梅原さんと時野さんの、まあ、もう指定対決じゃないですけども、まあ、本当同門対決、これ素晴らしい戦いになっていただけるようにちょっと頑張っていただきたいと思います。はい、二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、なんかちょっと緊張してきますね。そうなんですよ、ですね、私たちも緊張しちゃって、ね、はい、いや、ピンとね、お二方の雰囲気がちょっとピリッとしてる感じがするんで、はい、あんまりふざけられないなっていう感じがあります。そうですね、ここは真剣にいきましょうか。勝負で、はい、いや、もうぜひね、お二方に素晴らしいファイトしていただきたいですね。はい、じゃあお預かりいたします。はい。さあ、じゃあ、お二方にはもう席ついていただきます。そうですね、はい、はい、お願いいたします。席の方へ移動してください。ありがとうございます。いやー、すごい、もうここで決まっちゃうんですね。本当ですよ、皆さんもね、お待ちかねですからね。いや、本当、なんなら朝までやっていただきたいですね。いや、見てないですよ、ちょっと見てていいんだったら。5試合で終わっちゃうのもったいないぐらいですよね。ちょっとワクワクしてますんで、はい、さあ、ここからの実況解説は R さん、ボンちゃんに、お願いしたいと思います。R さん、ボンちゃん、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、先ほどまでのですね、トップ8からの試合では3試合、先に勝った方が勝利という条件で戦ってきたんですが、この決勝においてはですね、5試合先に勝った方が勝利という条件となっておりますので、はい、まあ、先ほどよりは長期戦となるというそうですね、ところで、はい、まあ、駆け引きもかなり深いところまで行くだろうと。そうですね、お互いやはり自信があると思うので、はい、5試合選手になった方が都合がいいとお互いが思ってるんじゃないですか、ね、はい、お互いが思っていると、はい、楽しみですね。さ、今用意の方はしていただいておりますが、このカプコンが公認する大会において、はい、まあ、最後の最強のプレイヤーが決まると、うん、いうかなりのね、権威がある。そうですね、この舞台に立ったのがこの2人というのも、また何か一つこの長かったね、スーパーストリートファイター4の歴史の中で、まあ、感じるものはボンさんあるんじゃないですか。そうですね、まあ、梅原さんは特に、まあ、いろんなタイトルでね、かなり上位に大体つけてて、はい、時戸さんも海外の大会とかはね、すごいね、上位にこのタイトルでも来てたので、はい、先日もね、はい、かなりいい成績を収めて帰ってきたと。そうですね、はい、惜しくもね、決勝で負けちゃったんですけど、はい、その時も同じ同門の、ね、選手に負けて、はい、結果2位だったんですけど、今回はその時の雪辱をまあ晴らすじゃないですけどね。そうですね、優秀の美を飾れるかどうかってとこですかね。そしてこの2人の使うキャラクター、はい、このストリートファイターシリーズの主人公である竜と、うんうん、そしてまあそのライバル的な、ね、存在でもある、まあ、剣もライバルなんですけど、はい、まあ、豪気も、うんうん、まあ、一つ大きなライバルとして見れる、うん、このプレイヤーが、ね、最後の舞台で戦うというのはまた一つ、うん、今プレイヤーの表情が映ってますが、いい目してますね。すでに始まっていると。そうですね、この竜豪気という組み合わせについて、はい、本さんどう見ますか。竜豪気はね、非常に難しいんですよね。まあ、僕はずっと豪気なんだろうなと思ってたんですけど、はい、もう攻略が進みすぎてね、長い歴史の中でね、変わっていくんですよね。どんどん駆け引きの内容が濃くなっていく、うん、ただ、はい、梅原さんは竜豪気の組み合わせは自分が竜使ってる中では一番自信がある組み合わせが豪気なんじゃないのかなって僕は個人的には思ってますね。それくらい豪気戦自信があるんじゃないかなと思ってます。全39キャラですか、はい、たくさんのキャラクターがいる中でも最も得意とする組み合わせ、うん、一番やったんじゃないかな。それだけにね、避けて通れない道だったという意味合いもありますよね。このシリーズでは間違いなく一番やってますね、はい、豪気戦を。思考の豪気戦が見られるか、うん、対する時戸選手の方も、うん、この竜戦、はい、まあ、お言葉にもあった通りかなり仕上がっていると、うんうん、そうですね、はい、やっぱ全体的な仕上がりもいいんでね、はい、まあ、竜戦に関してはいつも言ってたんで、はい、竜戦ここはこうした方がいい、こうした方がいいってずっとやってきて今に至るんでね、はい、その集大成が見たいですね。画面が切り替わってステージを選択、
最強頂上決戦の決勝が始まる。梅原龍太、時の動き、いってみましょう。お願いします。さあ最後の舞台に立つのは、よっしゃ、いきなり中足などにセービング合わせていったのは時の動き、取ったここはまともよ、セービング梅原の刻みからの台足。さあここは投げて何を見せる、表から刻んでいく、あのバックステを一つ入れて中距離にした。でさあ竜巻台足、時のチャンスになる。梅原はしのぐしのぐ、さあ後から波動と残空、後藤が前に出るか、梅原も押し返す。この動き体力差はほとんどない。ゲージ差は梅原3本、時の2本、どう運用して。さあ画面端になった、軌道のチャンスだが、灼熱セミ滅。梅原が最後の一削り、足らからの全勝は分かっていましたと言わんばかりの落ち着いてガード。ラウンドを取ったのは梅原。今のね、コンボも素晴らしいんですけど、はい、コンボの前に出したしゃがみショーパンチのタイミングがね、ここで中足を置きたいんでしょって分かってる感じのこのコパンですよね。さあセミ前捨てにまた噛み合った梅原のこのしゃがみショーパンチの大きい発言しか分からないそのタイミング。しかしその性格無比、勝利を透かしているのは時の。さあ大盤指導からゲージを使ってのこの天照怪力陣コンボ、非常に入力困難と言われるこのコンボ、いともたやすくやってのける。そして体力リードしてまたこの裏からの攻め、あっと、力と計算ミスですね。しまったか、ゲージが足りなかったか、しかしうまく下ろしたのは時の。よっしゃ譲らず、結果オーライでしたね、はい、スタンチ計算ができてはいたんですが、はい、ちょっと計算ミスしちゃいましたね。なるほど。さあ最終ラウンド、あのイエス2枚捨てで投げていったのは時と、さあ梅原前捨てをしていた、ここに1つ進んだ。ゲージは両者3本、灼熱に1つ回したのに梅原する上り、クザイク、ここで上り攻撃で相手の飛び落とす、この動きが見えた、上り3区、相打ち、打ち勝っているのは梅原。敵ではゲージマックス、さあ危険な距離で差し合う、セービング打ち切った。しかし梅原は前の外、大事に返して、さあここからどちらがペースを握るか、さあ立ち置けすかさない、そして時のコンボになる、またもや連勝怪力陣。どうだ、女性は重いが、このヘリ、さあゲージは投げないが、時の中段ガードする梅原だが、台足からどうする、削りできっちり。この辺りの計算はさすが、いいっすね、ちゃんと最後のね百鬼空陣をガードさせて、はい、大パンを経由することによって、はい、大昇龍が3発当たりやすくなるんですよね。削り計算もバッチリでしたね。スーパーストリートファイター4アーケイディション、1試合目を取ったのは特殊の動き、戦は仕上がっているとその言葉に偽りはなし。対する梅原もその合気戦、やはり相当なレベルに達している。さあここから先に3つの星取るのはどちらか、1つ目は時戸、第2試合目、さあ軽く波動、さあ2枚ずつ見せた時戸、上からいく、しかし昇竜で打ち落とす。時戸が冷静に梅原をさばいているか、大足これも差し返した、前から強陣が入ってコンボ、画面端になる危険な攻め、表に落ちている。さあ昇竜を待ったか、一瞬ガードを見せた時戸、だが画面端はまだ継続している。梅原はどうやって見るか、この危険な間合い、それともこの画面端で迎え撃つか。さあ大仏に対して上り3区が2つ、そして着地からまたもや天照怪力陣、いい判断ですね。さあここまで時戸がいいリズム、キキから固めて両足からの中足、これが刺さった。
安全に削り、はい、削りじゃないですごめんなさい、安全にゲージを貯めて距離を離して暴れたくなる距離を作ってから中足を置いておきましょうね。タチオのプランいいんじゃないですか。これかなり軌道がベースを先に掴んだかという、そんな印象に見える。そうセービング、先端がヒット、しかしこれは中断になってしまった。しかし残空が危険な当たり方をしている。さあ大ダメージを取って、時の攻めはまだ続く。百鬼豪人さあ落ちてしまったが中足稼働です。さあ一気にいった、時のが連取、かなりセットプレーがね効果的に生きているの で、はい、そうですね、このちょっとセットプレーに対して対策しないとこのままいっちゃいそうな感じには見えますけどね。そうですね、あのセットプレーことごとく当たっているように見えるんですが、やはりこう知らないわけではないと思うんですが、 そのタイミングを微妙に変えていたりする、はい、2回目にあのジャンプショー系で合気側が攻めていったんですけど、はい、あれは完全に龍側の勝利を誘ってたんですよ、はい、それ以外は結構なんか普通の合気の攻めってこういうものですよっていう感じの選択肢を取ってるだけですね、はい、なるほど、誘ってるっていう感じはその最初の1回だけだったと思います。はい、さあそして練習した時のまだその勢いはそのままに梅原に襲いかかる。さあ相打ち、しかし台足が当たっている、時のチャンスになる。さあ敵陣脚を見せた、またもや表落ちからの一瞬待つ、この動き台足からまだ攻めは続いている。勝利も見せるか、5番暴れで割り込むのは梅原、ほぼ遅らせ小足からスタート。さあ鎖骨割りです。さあ梅原が別波動拳を決めて、これでラウンドになった。まあ、地上での台足がね、ゴキの台足がよく刺さってるので落ち着いに行ける機会が増えているので、そのセットプレーがやっぱ目につくんですが、まあそんな動揺はしてない感じですかね。腹側はまだ落ち着いていると。そうですね、やっぱ基本的にこうやって中足波動、灼熱などでまあ地上戦をやっていくプランは変えない。もや台足裏から打撃、時のが冴えているか。さあここは中央番ここに来たが、おっと外れて梅原の反撃、真空波動別波動一本返した。その内容は鮮やか。この2試合でその台足が刺さりすぎだなっていうことを踏まえて、はい、こっちの中足が見られているので、はい、そこで第5数に変えたのかもしれないですね今のね。なるほど、いい当たり方しましたね。さあこの2人戦いながらその基本を立てた戦略、それに対して駆け引きは目まぐるしく変わっている。1試合取られた梅原が一つリズムを変えて試合返したと、はい、そうな。ここまでの3試合人の勢いを止めて梅原が返した。そして迎える第4試合目、私は21時の優勢。じゃあ開幕が静かになってきたか。さあ波動打つ、波動打つ、波動打つの時どうから来る。しかしきっちり中小流体育また中距離セービング。さあかなり引っ張ったぞ、大事当てているのは時どう、上からの攻めガードする。さあしかし画面端到達、灼熱で押し返して何やグラップ見ている。上からおっとこれはカラジャンプになったが投げているのは時どう。さあ空人これも早出し、昇竜からの熱波動拳、これがヒット、体力は逆転、梅原が優勢になった。さあゲージは両者1本ずつ、どう使って何を起こす、中距離上から行く、だが台形が待っている、垂直狩りの空対空。確かに垂直したいとこなんですけど、綺麗に落としましたね今ね。あその反応はピカイチだった。そしてアシュラには波動きた。さあおっとこれはクリーンヒットになった。前からの飛び攻撃終わるぞ、止め端。さあスタンチが溜まっている危険な状況、遅らせ中足です。さあ見事なパーフェクト、これで2-2。最後の中足もリバサ昇竜だけガードできるタイミングで多分置いてましたね、はい、この辺りのフレーム管理はもう1フレーム単位での
計算をしている。そうですね、フレーム単位の攻防は宮原選手すごい得意で、やっぱしゃがみコパン、龍のしゃがみコパンガードさせた後って、はい、まあ、有利なんですけど、はい、本当に2フレーくらい歩いてまたコパンを重ねていったりとか、はい、その常に有利なフレームを作って攻めを継続させるっていうのが合気戦特に見えるんですけど、はい、それは生きてますよね。細かいところで有利な時間を正確に刻みながら正確なタイミングで崩していく、はい、そうですね。だからその相手をこかした時のリターンがでかいですよね。現に今置き攻めそんな難しいことやってないんですけど、はい、こかした後ちゃんとダメージ取れてるのはそこだと思います。目からは何も難しいことはしていない。しかしそのタイミングの測り方、崩し方が大勢のやり込み、正確無比な崩し、さあしかしバックスにダイヤシー、スマシゲダンはガードしている。しかし中足にダイヤシー、この辺りは時どもさすが。さあ画面端が近づいてきた、ドブリザンク先ほどまで再三当たっていた、今回はガードして、でもこの画面端をなかなか譲らない。さあうまくラインを上げたがダイヤシー、また押し込んでいく。さあここで投げを一つ入れて崩して、このフレーム消費だが上流セミ滅。さあ入れ替わりつつのこの攻防、梅原が体力リード。ダイヤシー、さあ少し下段に行ったがこれも梅原ガード。さあ時戸が追う展開になった。ゲージガールの時戸、しかし梅原にも一本はある。危険な距離から灼熱も警戒しなければいけない。時戸は何を思っているか、この状況、もう踏み込み台足、そして勝利を遅らせている。 EX 灼熱できっちり倒しきる、この判断いいですね。相手の勝利権読んで、はい、安定な大昇竜重ねを選択しましたね、はい、この判断にはさすが、この状況を打破するプランがあった。そしてさあここは前捨てでこのセットプレーを避けていく梅原。さあ豪気のセットプレーに対する理解力は梅原持ち位置、微妙な距離での空ジャンプ、しかし大足時のチャンスになっている。さあ大パルシロ2台コンボが入った。うおー、中足角に割り込みましたか、ボンさん。今できましたね、天正怪力陣、こんな使い方もできたのか。ここはガードする、そして昇竜セミ滅、分からなくなってきた。さあワンチャンス圏内、さあ波動拳を重ねる梅原、波動重ねなんだ。時戸はこの遠距離からここは踏み込んで大挽回いく、これで3-2。そうですね、あれ中足をガードしたときに、はい、もう後ろのアシュラまでは入力しておいて、はい、弾確認でボタンを押してるんですよね。それだと一応できますね、はい、できるんですけど、はい、やっぱ相手が球を打つところを読まないとできないので、かなり噛み合って完璧な転生でしたね。まあね、中キックをキャンセルして波動拳を打つ、はい、毎回来るわけではなくて、そうなんです、ね、中キック単発っていうのも、はい、たくさんありますからね。そうですね、ここで読みを交えてドンピシャで合わせた。さあこのプレーは一つ今後のプレッシャーになった。星は3-2。さあ2つ取って2つ取り返した梅原を止めた時戸、しかし梅原画面端、またもや鎖骨、鎖骨これでした。さあコンボ補正が低いのでかなりヘレオートミスになった。うおー、そこに大番転生怪力陣、痛いお仕置き。ああこれが反撃ののろしとなるか、このダメージ。しかしまだ体力差かなりある。踏み込み深いぞ、灼熱引っ掛けた、そして波動拳。コンボミスターとも冷静でしたね、しっかりガードして自分のターンを締めた、締めた、はい、うわーマニアックだな今の。ここでカード、さあこの危険な距離で、さあ時戸落ち着いているか、上は通さない。いいですね、この昇竜大事ですね。さあ中大ダウンをさせて、
いや、ブラックになった。さあ、中心、灼熱。波動の出かかりを潰した。金原の竜。さあ、中大、時でも負けていない。しかし、これや。最後は、後ろからの攻撃。ガードした梅原。逆勝竜、きっちり。後ろを見せる。スイング、一つ見せたのは時戸。ゲージ状況は時戸優勢。しかし2つ使ったが、おっと台形が入っている。うわこの距離当たるのか。スーパーできます。時戸の天章怪力陣は極まっているか。まさかの中足キャンセル天章、この大舞台で決めてみせた。こっからでも大変なの合気が合わせよ。ゲージは一本ずつになった。体力リードは時戸豪輝だが、あーっと、ハードの打ち合い。うわっ、うわー、かなり踏みよくかかった。ダンクルト、ハドケ、EX ハードをガードした。ダンクはゲージがもう少しで溜まりそう。梅原も無理はしない。中段が降ってきたか。勝負に行かなきゃいけないのは竜側だったんですけど、はい、逆に行きましたね。ここで中段通すという意思が見えました。さあまたもやファイナルラウンドになった。もっとこの両者の試合ダヤシからまたもや裏からのコパン大パン指導。重いコンボを入れて、さあ時戸かなり強気に見える。この時戸の押し、勝利は透かしている。この読み、そしてきっちりと最大を入れる。そしてゲージを使っての EX 豪昇竜、完璧なプラン。お見事すぎるパーフェクト。これで時戸がリーチですね。ちゃんと昇竜をしたくなるところでのね、はい、入力にちゃんと読んでバックステでスパス、ちゃんと相手がこすってるなっていうのが分かるんだったら、はい、バックステでスパスなんて全然難しくないので、そうですね。とはいえあれだけ攻めを続けて、はい、ここ一番だけ透かしている、やっぱりキレッキレに見えますが、そうですね、やっぱ読み合いの部分でね、一つ上いけてるのかなって感じがしますね。さあ追い詰めたのは時戸、追い詰められたのは梅原。押し合い選手、押しは4対2。時戸が先にマッチポイント。さあこれは相打ちだが前に出る。さあ昇竜昇竜波動拳に対しての攻め前捨てがかなりの切れ味を見せる。時戸豪輝このまま行くのか。最強頂上決戦決勝の舞台で時戸の仕上がりは尋常ではない。歩き上げ、さあ梅原にはゲージがない。これで一本だが灼熱にすぐ回す。決めにいっているか。初心トットになる。おお、ここはきっちりと我慢をして昇竜を透かしての反撃。さあ追い詰められながらもこのプレー、さすがの梅原。投げているな時の裏から、さあ竜巻にして画面端を取った。そしてこれはしゃがんで食らっていたがその後続かず、おお前に歩いていた。しかし時戸はここを決めて、またもや危険な攻め通っている。攻めがうまい。さあ時戸に被弾はまだない。セミング引っ張って進めていく。波動波動波動だが時戸はセミ前捨てで投げ、さあ強気な波動で押し返したいところ。そうっすね、分かってますよと言わんばかりのセミ打ちでしたね。セミング、さあ時戸はもうこれは決めに行く、そんな勢いが感じられる。マッチポイントは時戸豪輝。上原の竜はここからまずは一つ返したいところで、中足置いてある。セミングアタック、そして昇竜拳。さあゲージがあるので、おっとここは千枚捨てを投げているのは梅原。もう一丁投げ、崩して竜巻、そして刻むか。画面端になるで突いる台形からきっちり、コンボミスはない。さあ時の体力リードから決めに行くか。ここはガード硬い。相打ち、うわマジ、どうする上原。ゲージはある。お投げ
手段ちょっと抑えだったが、しかし中足が入っている。さあ時の大足、灼熱を重ねて深め足、一発圏内中足、どうするであら、これ積んだんじゃない、ここから何がある、見せられるか、うえーっと、その日うわー勝利にいったが、ガードした時の、さあお二方中央の方にどうぞ、見事に勝ち切った勝者、時の選手、おめでとうございます。素晴らしい、いやー素晴らしい、すごかった、実に素晴らしい戦いでした。はい、本当ですね。いやーもうね、梅原さんの手の動きが芸術的ですらあり、時野さんの表情も芸術的ですらあり、そうですね、はい、もうまさにスーパーストリートファイター4アーケードエディション最強頂上決戦の決勝戦の名にふさわしい大会でした。うん、本当に素晴らしかったですね。皆さんにもぜひ大きな拍手もらいましょうか。あ、そうですね、大きな拍手を送りください。素敵な試合を見せていただいた後ですが、この後は表彰式があります。はい、さあでは北原さん、呼び込みしちゃいましょうか。さあそうですね、さあ、さあではこの後綾野さん、杉山さん、そして小野さん、そして加藤さんにお越しいただきたいと思います。それではどうぞステージにお越しください。あ、いや、すごかったですね。いや、すごかったですね。はい、どうぞ真ん中の方へ、加藤さん、もう、はい、はい、いや、素晴らしかったです。すごい、すごかったですね、もう、ね、本当ですね、極まってましたね、極まってた、ミスがないね、いや、本当最後にふさわしい、うん、そうですね、そうですね、公式のね、僕の最後のもう、はい、もう見ててもこうドキドキというか、もうずっとポカーンと人がどうなるんだろうって言ってましたね、すごかったっていう言葉になってなかったですね。はい、ということで最後のストリートファイター4の大会チャンピオンが決まりましたね。さあ、決定しました。さあ見事頂点を極めましたのが時野さんです。はい、おめでとうございます。さあおめでとうございます。おめでとうございます。さあそれでは、表彰式に参りましょう。はい、さあそれではまず準優勝の梅原選手には本日のスペシャルゲスト加藤夏樹さんより15万円分のギフト券贈呈していただきましょう。おめでとうございます。お疲れ様でした。素敵な試合をありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあでは続きましてスーパーストリートファイター4アーケードエディション最強頂上決戦、はい、見事チャンピオンに輝きました時野選手には、でかい、はい、こちらのエグゼクティブプロデューサーの小野さんよりトロフィーの贈呈です。一番大きいですよね、もう今までやったら大きいですね。いや素晴らしいですね。はい、おめでとうございます。あの、僕の握手でいいですか、加藤さんの握手でいいですか、どっちがいいですか、僕でいいですか。さあでもまだあれですよ、今度は優勝商品がございます。はい、こちらは30万円分のギフト券です。ということで加藤夏樹さんからお渡しいただきましょう。これ加藤さんから各紙がもらえますね。おめでとうございます。時野選手ありがとうございます。素敵な試合を、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。さあ、ということで公式で多分一番豪華ですね、うん、これね。あ、そうなんですね。最大級です。最大級ですね。嬉しいですね。さあ、ただいま決勝戦見ていただきましたが、加藤さん見ていていかがでしたか。はい、やはり決勝戦にこの二人が来るっていうので、もう本当、あ、決勝っぽいと思いながら、でも第一試合、はい、1回目から、もう攻めるお二人最後すごいですね。本当体力のゲージがあったショートなのにこれ ね結構後ろで見せてもらってたんですけど、これ加藤さん別にオベンチャレとか適当な発言って言ってたけど普通に結構ガチのゲーマーで普通に二人のことも知ってまして話的にはもうだいぶこう盛り上がるというか盛り上がる前にずっと、ね、あ、ここはこうじゃないのとかいう話で、してたの で、 で、ね、ちょっと、まあ、本当に公式最後としてはすごくいい試合を見せてもらったなと思いますね。そうですね、そうですね。
さあ杉山さん、綾野さんも見ていただけましたが、いやもう、はい、ね、本当、うん、まああの一緒に見たんですけど、はい、から手に汗握るってこのことなんですね。本当ですよね。本当に熱かったです。もう時代さんのミスのなさって言ったらもう本当に半端なかったな。すごかったです。すごかった。素晴らしかったですね。僕もコミッショナールームって呼ばれてるところにいられなくて、うん、いられなくてっていうのは会場にいたくて、うん、で会場で一緒にいたくなかったってわけじゃない。いや一緒にはいたかったんですけどもちろん。いやそれよりも、ね、まあね、会場の方の空気をね。そうですよね。ライブ感、ライブ感。一生ないかなと思ってますんで、うん、まあでもただウルトラストリートファイター4も4月の17日に稼働しますので、そうだね、でここからまた新しいページが1ページ。めくられるんじゃないかなというふうに思ってますんで、ぜひ、ね、はい、まあ、皆さんそのウルトラストリートファイター4でも、うん、あの熱い戦いをしてもらうべくですね、はい、あのプレーを続けていただきたいなと思っております。そうですね、はい、ね、はい、ありがとうございました。それでは改めまして優勝しました時戸さん、優勝おめでとうございます。さあ、会場の皆さん、そして全国のニコニコ生放送をご覧の皆さんから大きな拍手をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあということでここでニコ生をご覧の皆さん、3つ目のキーワードを発表したいと思います。いきますね。はい、ちゃんと覚えてますか。では3つ目紹介したいと思います。なんだろう。3つ目は起こせ。マジか。起こせときましたな。やっぱりな。その選択肢な。裏の裏、裏の裏です。多分熱き波動起こせですよね。そうです。あー、それか。そうか、そう来たのか。そういえば PV とかで書いてましたね。この芝居いります。この芝居いります。もう優しいお二人ですからね。ちょっとやって、ありがとうございます。ということでこちらでですね、あの抽選で5名様に梅原選手のサイン入りマグカップ、波動マグカッププレゼントするんですが、今チュンリーが持っていますね、こちらですね、あちらの方をプレゼントさせていただきます。はい、の相変わらず淡白なサインですねこれね。そうですね。当選者の発表は僕も時々あの海外のファンには梅原くんのサインと同じように僕の横のサイン書いて梅原と俺のサインだよって言って渡してるんですけど、みんな信じますねこれね。そうですね。またそこがいいところですよね。はい、はい、さあこちらは商品の発送を持って当選と返させていただきます。はい、今日は志田会、東田会、そして頂上決戦とお楽しみ満載で盛り上がってきましたスーパーストリートファイター 4CR エディション、そろそろお別れの時間となってまいりました。はい、さあ、カプコンから、平和ですね、平和から登場するこのスーパーストリートファイター 4CR エディション、4月の下旬頃から全国の、ホールに登場します。皆さん楽しみにしていってください。そして、ウルトラストリートファイター4も4月17日ですね、先ほど重大発表として発表がありました。はい、全国のアーケードに登場します。皆さん楽しみですね。うん、はい、よろしくお願いします。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 さあではここで先ほど登場していただいた皆さんにまた登場していただきましょう。どうぞ。どうぞ。さあどうぞどうぞ。さあ、アルさん、ボンちゃんもステージの上にお願いします。選手の皆さんもですね。はい、選手の皆さんもぜひステージの方へお越しください。どうぞどうぞ。よっさんも。はい、よっさんはさっきあの志田コーナーで打ってくれてましたよ。彼が板橋さんに、はい、彼に後で打ってましたよね。選手の皆さんも、はい、あ、そうだ、加藤さんが。よっさんは加藤夏樹さんに会うために来たんですもんね。あ、そうですね。あ、そうなんですよね。よっさん、ありがとうございます。そうですよね。結構皆さん多いですね、これ。はい。小野さんだけじゃなかったですね。皆さん、もうちょっと真ん中にギュッとしましょうか。はい。もうちょっと集まりましょう。さあ、また皆さんにステージにお集まりいただきました。さあ、今日はですね、スーパーストリートファイター 4CR エディション発売記念イベントを皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。さあこの続きは全国のねホールで、もう存分波動ラッシュを楽しんでいただきたいと思います。さあ、それではですね、今日最後はみんなで、この会場で応援してくれた方々、そしてニコニコ生放送で、ご覧の全国の皆様に感謝をして今日のイベントを締めくくらせていただきたいと思います。はい、それでは皆さんいきますよ。せーの、ありがとうございました。